虚構のビジレイク、岸田総理、自民党が目指す勤労者皆保険とは一体何なのか。岸田総理の答弁から日本が目指すべき労働市場や社会保障のあり方を改めて考えてみます。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は1月の27日にこちら収録をしております。昨日ですね、貴重なメールをいただきまして、 YouTube を毎日拝見していますと。でも他党、立憲民主党のことはもう取り上げなくていいんじゃないでしょうかと、せっかくだからぜひ維新の政策を語ってくださいということで、ご指摘を受けてしまいました。貴重なメールをありがとうございます。いや、本当ね、すいません。やっぱ毎日更新してるんでね、こう毎日毎日ね、政策の話するというのはなかなかね、結構パワーがいることで、どうしてもこう政局の話に偏りがちになるとですね、菅直人さんがですね、今日もなんかいろいろと維新の批判を絶望するぞくですね、攻撃反撃攻撃の手を緩めないので、もういちいち私も言い返したくなってしまうんですけども、でもこのもっとね、他党のこと構わず維新の政策を発信してくれというのは、それはごもっともだなというふうに思いますので、今日はですね、先般の衆議院の予算委員会で藤田文武日本維新の会幹事長と岸田内閣総理大臣が論争しましたんで、そこから一つテーマを取り上げて、我々日本維新の会が目指すですね、労働市場や社会保障政策、社会保険制度のあり方について少しお話をさせていただきたいと思います。でね、今日のテーマはですね、勤労者皆保険というキーワードなんですけども、これ、勤労者皆保険を目指すということを自民党及び岸田内閣総理大臣は明言をしています。これちょっと昔の記事なんですけども、2021年10月の記事です。勤労者皆保険実現に意欲、岸田首相ということで、兼業、副業、フリーランスなど国民の働き方が多様化している。多様な働き方に中立的な社会保障も考えていかなければならない。で、その上で、勤労者皆保険制度みたいなものを厚生年金を拡大する形で実現できないかと語ったという、この時事通信の記事を今ちょっと読ませていただいたんですけども、日本、これ何を意味しているかというとですね、日本というのは結構特殊な社会保障制度を持っていて、企業を通してですね、これ厚生年金が一番わかりやすいんですけども、企業を通して国民の皆様、労働者の皆様に社会保障、社会保険制度を提供してるわけですね。で、厚生年金というのはご案内の通り、一定規模の企業にお勤めでないとですね、入れなくて、あとの方は国民年金になると、このですね、格差というのもありますし、今国民年金制度がだいぶ疲弊してきてですね、財源が足りないということになっておりますから、厚生年金の方になんか財源をですね、調整してですね、国民年金を延命できないかとかですね、そしてこの岸田総理が言うように、この厚生年金の窓口を広げてですね、もっとこの労働者の皆様を、厚生年金、つまり企業が管轄する、この厚生年金の方、社会保障制度の方に乗せることができないかと、いうことを画策されていると、いうことなんですね。で、これいろいろ問題点がありまして、まず勤労者皆保険制度というんであればですね、まさにこれは、先ほどの記事の中でも、岸田総理が兼業、副業、フリーランスということをおっしゃっておりましたし、さっきの、予算委員会の質問の中でも、藤田文武幹事長はですね、このフリーランス、個人事業主、パラレルワーカー、ギグワーカー、こういういろんな働き方がもう今世の中溢れている中で、そういった全部この企業との中の社会保障制度という企業という船に乗っけることが現実的にできるのかと。で、この国民皆保険制度というのは、聞こえはいいけど、なんかみんな保険乗せるんですって聞こえはいいけど、具体的にどこまで検討しているんだということをですね、質問すると、残念ながら岸田総理はですね、要は今この非正規雇用の短期、非正規雇用で短時間働いている方にまずちょっとずつこう広げていこう。要はそこまでしかですね、検討されていないわけですよね。じゃあこのフリーランスとか個人事業主とかね、そういう全く企業に所属してない人をどうするかということは、これから検討段階ということで、この国民皆保険という、国民皆保険制度というキャッチフレーズはですね、よく言えば、何でしょう、よく言え、よく言いようがないな。完全に絵に描いた餅というか、全くですね、みんなの保険なんていうのの手前の手前の手前ぐらいの段階で、ちょっと一定企業の、一定規模以上の企業で、短時間の非正規雇用をしている人たちに関しては、その範囲を広げていくという、本当にこのフリーランスとか個人事業主とかパラレルワーカー、ギグワーカーなんていう、全くスコープ、全くリーチしないと届かないですね。手前の手前の手前の段階ぐらいで、なんか大風呂敷だけ広げてですね、キャッチフレーズが、一人歩きをしているという状況になっている。これについて私たち日本維新の会は極めて強い危機感を、問題意識を持っています。で、この企業を通して社会保障制度、社会保険を提供するという、この日本独自のかなり珍しいやり方が、やっぱりもう限界が来てるんじゃないかというのが私たちのそもそもの問題意識なわけですよね。もう右肩上がりでですね、人口も増え続けて経済も成長している時であればですね、企業もどん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 、
大きくなっていくわけですから、たくさんの人を雇用してですね、その人たちにこの社会保険を提供すると、もう労使折半で半分は企業が負担すると。でこの国もですね、まあ、要は国が本来やるべき社会保障制度を半分この企業に持ってもらう、まあ、こういうですね日本的な独自のやり方が、まあ、成立をしていた時代も確かにあったんですけども、まあ、今もうどんどん企業も体力がなくなってきているわけですよね。でそこにですね、やっぱりこの社会保険社会保障制度の1億とかかなり大きな部分を担わせているとですね、これ当然ですね、これは賃下げ圧力になるわけですよね。もう こう雇用してですね、そうすると社会保険まで面倒を見なきゃいけないと、企業が。そうするとこう新規採用にも抑制的になるし、もう社会保険の負担が重いので、お給料を思うように上げられないということになると。まあ、これがまず給料が上がらないというのが一点。そして雇用の流動性も低下すると。もう企業にこの社会保障制度、社会保険が紐づいていると、なかなかじゃあ別の企業に行こうとか、独立しようとか、フリーランスになろうとか、そういうことがインセンティブが起きづらい。いやもう今企業にいた方が安定した給料もらえるし、社会保障制度も完備してるしって、でもそこの外に出ちゃうと企業が担っているこの社会保険の枠から外れてしまう、まあ、簡単に言えば厚生年金が得られなくて国民年金になっちゃうと。その一時だけでもですね、なかなかこの独立しようとかフリーランスになろうとかですね、あるいはちょっとその、小さい企業とか行ってみようとかですね、まあそういう気概というのがなかなか削がれてしまう、インセンティブが低下してしまうということで、この企業というものにこの一生涯の保険社会保障というのを担わせるというのは、この労働力の移動、まあ、雇用の流動性を低下させることにもつながりかねないということで、やっぱりこれはですね、見直さなければいけない大きな我が国の論点なんじゃないかなというふうに思っております。でこの点で我々日本維新の会はですね、まあ、税と社会保障と労働市場の一体改革という発想からですね、まあ、日本大改革プランというのを、提示をさせていただいておりまして、その中でのこのいわゆる最低所得保障制度、まあ、ベーシックインカム、あるいは給付付き税額控除という仕組みはですね、でこの国民年金とかの一部をこう統合していくということで、年金社会保障制度がやっぱこう企業が担いすぎていたものをですね、まあ一定程度やっぱ国が担っていくようにしてですね、でそして国が担うことで企業に重荷を背負わせないと、で企業の重荷を下ろしてあげることで、この賃上げの、まあじゃあその分労働者に還元しようかっていう賃上げのインセンティブになるし、そして雇用の流動性、別にどの企業に行っても独立してもフリーランスでも同じような社会保障制度が受けられれば、これは別の仕事やってみようと、企業から離れてみようというこういう動機づけになりますから、雇用の誘導化も進んでいくということで、まあこの新しい社会保障制度の仕組みというのを提案しているのが我々日本維新の会の案なわけですね。なのでこの今後また参議院でもこのテーマ私やっていこうと思うんですけども、やはりこの岸田内閣総理大臣、自民党というのは今までの延長線上に解決策を置こうとする、こう企業がこの社会保険を今まで厚生年金という極めて重たいところの一役を担っていたと。でこれに対してここにどんどんこの乗っけてく、傷んだ国民年金とかの対象者を乗っけてく、あるいはこれまで対象外だったフリーランス個人事業主とかいろんな働き方をしている、そして増えてきている多様な働き方もこっちの今の制度に乗せることでなんとか解決をしようというか、解決できないんですけどね、根本解決はできないけども、ちょっとずつですね、このチク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 こうパッチワークでつなぎ合わせて、延命させようとする。それに対して我々日本維新の会は、いやもう企業に全部負わせるようなやり方は限界が来てるんじゃないかと、もうこれは企業に負わせるのはやめて、国が一定程度のところを社会保障制度は完備するという新たな政府ネットを作ろうという抜本改革案を提示しているのが維新ということで、まあ、このやっぱり、ね、A 案 B 案をしっかりぶつけ合って論戦していくことでですね、次の総選挙で国民の皆様に新たな選択肢を提示していきたいというふうに思っております。まあ、ということでこのちょっと10分とかでね、こうした経済政策社会保障政策を語るのはなかなか難しくて、私も舌足らずな面はあったと思うんですけども、昨日のブログにも書かせていただいたんで、よかったら文章でも読んでみてください。で藤田文武幹事長の質疑もぜひ見ていただきたいんですが、まあ、こういうですね、骨太な議論というのを、来月の2月の20日ぐらいまで衆議院の方が、ずっと予算委員会やってますので、終わったら参議院の方に来ますから、この点はね、私も参議院の予算委員会や、常任委員会の質疑を通じてですね、取り上げていきたいと考えておりますので、ぜひ皆様そちらにもご注目いただきまして、そしてこの YouTube チャンネルは、他党のことばっかやってる時もあるんですけど、まあ、毎日更新ですからね、すいません、勘弁していただいて、政策の話をしっかりと、配信していきますので、チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。